中国の男性総合格闘家。ウィスコンシン州ミルウォーキー出身。ルーファスポーツ所属。元 UFC 世界ライト級王者。元 WEC 世界ライト級王者。5歳からテコンドーとボクシングを始めた。2003年11月に父親が強盗に殺されたのをきっかけにプロ格闘家になるのを決意し、18歳の時に著名、キックボクサーであり。 K1 への出場経験もあるデューク・ルーファスが経営するルーファスポーツに入門し総合格闘技を始めた。プロ格闘家になる前は消防士をしていた。2007年1月27日のデビュー以来 GFS で8連勝を記録。ライト級王座を保持していた。2009年6月7日、WEC 初参戦となった WEC41 で、 マイク・キャンベルと対戦し、三角締めで 1R1 本勝ち。12月19日、WEC45 で、バート・パラゼウスキーと対戦し、1から2の、判定負けを喫しキャリア初黒星となった。2010年3月6日、WEC47 で、ダニー・カスティーリオと対戦し、左ハイキックでダウンを奪いパウンドで追撃し、1、RKO 勝ち。 ノックアウトオブザナイトを受賞した。この試合へ向けてのトレーニングと家族との生活の模様が MTV のドキュメンタリー番組ワールドオブジェンクスで放送された。2010年8月18日 WEC50 でシェーンローラーと対戦し三角締めで 3R 一本勝ちサブミッションオブザナイトを受賞した WEC 世界王座獲得 編集2010年12月16日、WEC 最後の工業 WEC53 で行われた WEC 世界ライト級タイトルマッチで王者ベン・ヘンダーソンに挑戦。一進一退の攻防を繰り広げ、5R に金網を蹴ってからのハイキックでダウンを奪い、3から0の 5R 判定勝ち。WEC 王座獲得に成功すると同時に、 UFC 世界ライト級王座挑戦権を獲得した。また、ファイト・オブ・ザ・ナイトも受賞した。後にスポーツテレビ局の ESPN がスポーツ科学番組でショータイムキックを検証したところ、金網を使うことでスピードが40%増加することが認められた。2011年 WEC 世界ライト級王者であったことから UFC 世界ライト級王座への挑戦権を 獲得していたが、UFC125 で行われたフランク・エドガーと、グレー・メイナードの UFC 世界ライト級、タイトルマッチが引き分けに終わり、続く UFC130 で行われる予定であった。再戦が延期されたため、ペティスは王座への挑戦を待つ代わりに、6月4日にザ・アルティメット・ファイター13フィナーレで、クレイ・グイダと対戦するも、グラウンドコントロールで劣勢となって0から3の、 判定負けを喫し、王座挑戦権を失った。2012年2月26日、日本で開催された UFC144 で、ジョーローゾンと対戦し、1R に左ハイキックでダウンを奪いパウンドで小勝ち。ノックアウトオブザナイトを受賞した。その後、肩の手術を行ったため1年近く試合をしなかった。2013年1月26日、 UFC オンフォックス6でドナルド・セラーニと対戦し、左ミドルキックをレバーにヒットさせ、パウンドで 1RKO 勝ち。ノックアウト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。UFC163 で1階級下のフェザー級契約で UFC 世界フェザー級王者ジョゼアルドと対戦する予定であったが、ペティスが膝の負傷により欠場したため、試合は中止となった。 UFC 世界王座獲得、編集2013年8月31日、UFC164 の UFC 世界ライト級、タイトルマッチで、王者ベン・ヘンダーソンに挑戦。ミドルキックを効かせ、最後は、下からの腕ひしぎ十字固めで一 r あ一本勝ちを、収め王座獲得に成功。サブミッション・オブ・ザ・ナイトを受賞した。当初ヘンダーソンに挑戦予定だった TJ グラントが、 負傷欠場となり、ペティスはその代役としての出場だった。2014年、ザ・アルティメット・ファイターのシーズン20で、ギルバート・メレンデスと共に、それぞれのチームのコーチを務めた。2014年12月6日、コーチ対決となった、UFC181 の UFC 世界ライト級、タイトルマッチで、ライト級ランキング1位の挑戦者、ギルバート・メレンデスと対戦。 1R はプレッシャーをかけられるが、2R に、左フックでぐらつかせ、苦し紛ぎれのタックルに来たメレンデスの首をすかさず取り、そのまま、ギロチンチョークで一本勝ちを収め王座の初防衛に、成功。パフォーマンスオブザナイトを受賞した。世界王座陥落、編集2015年3月14日、UFC185 の UFC 世界ライト級、タイトルマッチで、 ライト級ランキング1位の挑戦者ハファエル・ドス・アンジョスと対戦。試合前の予想では有利とされていたが、ドス・アンジョスのプレッシャーとテイクダウンの前に圧倒され、ジャッジ3者が45から50をつける完敗で零から3のある判定負け。2度目の防衛に失敗し、王座から陥落した。2016年1月17日、UFC ファイトナイト・ディラショー VS クルーズで、 ライト級ランキング4位のエディアルバレスと対戦。打撃の攻防では優勢となったものの、テイクダウンを奪われ続けて1から2の判定負け。2016年4月23日、UFC197 でライト級ランキング8位のエジソン・バルボーザと対戦。打撃の攻防で劣勢に立たされて0から3の判定負け。3連敗となった。 2016年8月27日、フェザー級転校初戦となった UFC オンフォックス21でフェザー級ランキング6位のチャールズ・オリベーラと対戦。オリベーラの寝技をことごとく防ぎ、3R にオリベーラのタックルに合わせたギロチンチョークで一本勝ち。2016年12月10日 UFC206 の UFC 世界フェザー級暫定王者決定戦で、 フェザー級ランキング2位のマックス・ホロウェイと対戦し、スタンドパンチ連打でサンティコ負け。この試合は、ペティスが3ポンド体重超過したことにより、ホロウェイが勝利した場合にのみ暫定王座を獲得できることになっていた。2017年7月8日、UFC213 でジム・ミラーと対戦し、3から0の判定勝ちを収め、この試合からライト級に復帰した。 2017年11月11日 UFC ファイトナイトポイ VS ペティスでライト級ランキング8位のダスティン・ポイエト対戦。何度も三角締めを極めかけるなどグラウンドの攻防で互角の展開となっていたが 3R にバックマウントから反転した際に暴ら骨を負傷しタップアウト負け。破れ走ったもののファイトオブザナイトを受賞した。 2018年7月7日、UFC226 でライト級ランキング9位のマイケル・キエーザと対戦し、トライアングルアームバーデニアール一本勝ち、パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した。なお、この試合はキエーザが1.5ポンドの体重オーバーをしたため、キエーザはファイトマネーの30%を没収され、157.5ポンド契約で試合が行われた。 トニー・ファーガソンとフェイスオフを終える、ペティス2018年10月6日、UFC229 でライト級ランキング2位のトニー・ファーガソンと対戦。パンチで2度ダウンを奪うなど前線をするものの、2R 終了時に、ペティスが拳を負傷したため、セコンドが試合危険を要請し、コーナーストップによる TKO 負けを喫した。敗れ走したものの、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。 2019年3月23日、ウェルター級転校初戦となった UFC ファイトナイト、トンプソン VS、ペティスで、ウェルター級ランキング3位のスティーブントンプソンと対戦。打撃の攻防で劣勢に立たされるも、にある終盤に、右スーパーマンパンチでダウンを奪い、追撃のパウンドで、逆転の失神小勝ち。パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2019年8月17日、 UFC241 でネイトディアスと対戦し、全局面で圧倒されて0から3の判定負け。2020年1月18日、ライト級復帰戦となった UFC246 でディエゴ・フェレーラと対戦し、リアネーキドチョークで2 r 一本負け。キャリア初となるサブミッションでの敗戦を喫した。2020年5月9日、UFC249 で、 ドナルド・セラーニと約7年半ぶりに再戦し、3から0の判定勝ち。2020年12月19日、UFC ファイトナイトトンプソン VS ニールでアレックス・モロノと対戦し、3R 終盤にスピニングバックキックでぐらつかせるなど、スタンドの攻防で優位に立ち、3から0の判定勝ち。この試合を最後に UFC との契約満了を迎え、フリーエージェントとなった。 2020年12月23日、PFL と複数試合契約を結んだ。スタンドは主に蹴り技を中心としたスタイルであり、強烈かつて規格なミドルキックやハイキックが武器。さらに、バックスピンキックや二段蹴り、飛び膝蹴り、自身が考案したショータイムキックなどのアクロバティックな蹴り技を得意としている。グラウンドでは、下からの三角締めやアームバー、 ギロチンチョークに長けている。だが、プレッシャーをかけてくるスタイルのファイターを苦手とする傾向にあり、クリンチやグラウンドの攻防でフィジカル負けすることが多い。ありがとうございます。